ラグビージョージア代表は、ジョージアラグビー協会によるラグビーユニオンのナショナルチーム。愛称は、レロスである。ソビエト連邦化時代の1964年に、グルジア協会として発足されたが、当時はまだ、ソ連代表として戦っており、グルジアからソ連代表に選手を送り込むのみであった。1989年、ヨーロッパラグビー協会に加盟し、同年9月12日には、 ジンバブへと初めてテストマッチを戦ったが、ソ連崩壊後も独立国家共同体チームとして戦い、1992年に国際ラグビー評議会に加盟。本格的な活動を開始、ラグビーユニオンを国民的スポーツとして定着させた。W 杯は1999年大会予選でプレーオフに進んだが、トンガに敗退。2003年大会で、 初出場を果たす。しかし、プール戦全敗に終わる。2大会連続出場となった2007年大会では、ナミビアを相手にワールドカップ初勝利を挙げたが、残り3試合で敗れ、プール戦敗退。だが、アイルランド相手に前線した。2011年大会のプール戦でも1勝3敗に終わった。2015年大会もプール戦で敗退したが、初めて2勝を挙げ、 グループ3位という成績を残した。これにより2019年大会の出場権を獲得した。2020年オータムネーションズカップに参加したジョージア代表スコット所属キャップ数は2021年6月29日現在。ありがとうございます。